それではアンコールの曲紹介を、新団長の、サックス岩瀬琴音さん、チューバの森さやさん、森山さやさん、失礼しました。お願いします。来年度の団長になりましたサックスパートの岩瀬琴音です。私たち新6年生は数少ない6人ですが、先輩たちが守ってきた良き伝統を受け継ぎ、さらにより良い武蔵台小学校にしていきたいと考えています。よろしくお願いします。来年度の新副団長になりましたチューバパートの森山さえです。団長をサポートしながら今年度のような良い吹奏楽団を作っていきたいと思っています。よろしくお願いします。アンコール曲は宝島です。新入団員も手伝ってくれます。そしてトランペットの講師の先生武田先生、チューバの講師の先生本田先生にもご注目です。どうぞお聴きください。
忘れ物もございませんよう、今一度お手回り品をお確かめください。また、お気をつけてお帰りください。本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございました。